おはようございます。本日はプッシングスルー、プッシングスルーの基本ですね。プッシングスルーの基本はやっぱりこのプッシングってことで、この体を上げるんですけども、その名前の通りプッシング押すってことですね。この僕の場合はですね、このこうこいで波が来た時に体をこういう風に上げてるんですよ。この上げた時に最初波が向かってくる時は引くんですけど、この最後に波が上がってきた時に波の頂点のところで体をグッと押し込むんですよ。この引くだけでいくと、この波に押されてこう帰ってくることが多いんですよね。もしくはこの波の力に負けて押し戻されること、波に押し戻されないために越える時に押し込むっていう技で、この押し込み方ですね。押し込み方の一つがこの足を上げるっていうことで、足を上げれば確実に体重は前に行くんですよ。前に行くから押し込める。この体でグッとやるんじゃなくて、体のこの使いっすね。これを使ってやるといいですね。陸では結構やりにくいんですけど、海の上だったら簡単にできるので、もう波が来た時はこの体勢を意識してもらえると。どっちかというとこれだけでもいいんですけども、勢いよく越える時は体全体を上げて前にやった方が、足を上げた時の方が自然に前の手に力が入っていくので、その辺は簡単にやりやすいですね。そのプッシングスルーはまあこのレールを持ってとか、この手を添えてとかあるんですけども、僕はこの手を添えてる感じですかね。まあ、ちょっとこのレールを触るぐらいでもいいかと思います。まあ、どっちかというと足を上げる方が大事なんで、一度足を上げてみてください。片足でいいんで、片足を上げて前に行くと結構スムースにスパッとプッシングスルーができたりします。あとはもう力がない時はここの上げなくても普通に両手を上げるだけで越えていけるんで、波沖に向かうときに越えていくときのためにはやっぱりこのプッシングスルーを使わないといけないので、ぜひやってみてくださいね。プッシングスルーはかなりその波乗りに、ロングボードの波乗りにおいてかなり使います。小波でもサイズがあってもかなりプッシングスルーは使うので、これをマスターしたらなおさらアウトに行くスピードが速くなってスピードが上がるので、ぜひ試してみてくださいね。まあ簡単に言うと、この手を上げて片足を上げる、片足もちょっとではなくてしっかり上げれるようになるとグッと前に体重がかかるので、こう波を最初は引いて、で越えた時にこう足を上げていると前にストッと行くので、簡単にその力を入れるっていうイメージではなくて、足を上げて体が勝手に入っていくっていうイメージの方が簡単にできますので、ぜひ試してみてください。以上でした。ありがとうございます。